やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。思った5倍痛かった。痛かったの。笑えんかった、マジで。左手があんまり震えてなくて、でも震えはあるのよ。で、手術できるのがどっちかの手一個だけで、で、右手だけの手術なのね。で、左手がこんな感じ。これの5倍震えてたの。言うて震えてるでしょ。今右手こう。すごない？まだか、若干はあるけど、今、脳の中身が、やけどしてるんだって。そのやけどが治ったら、こっちにその震え自体も良くなってくるから、左手も良くなるかもね、とは言ってさ。俺まず、舐めてたんだけど、いや、その医療的なものを、局所麻酔ピュって打って、ボルトみたいなのでガチって固めて、で、レーザーでホイーって、ちょっと焼いたら終わりだと思ってたの。違ってさ、手術室入ったら、まず、10人ぐらいいる人が。と思って、なんで10人いるんだろうと思いながら。あ、その前に、俺そもそもスキンヘッドにしていったでしょ。ダメ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 。そんなスキンヘッドじゃ足りないよ。お坊さんぐらいにしないとって言って、俺はお坊さんぐらいスキンヘッドにしたと思ったんだけど、温泉にあるような、無料でもらえる、ちゃっちー、カミソリで、キッ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 って言いながら、髪の毛ツッツリされて、また。ちょっともう生えてきたんだけど、そう、皮膚削られるやつね。いったーとか思いながら。で、手術室入ったら10人ぐらいおって、で、局所麻酔をするのは知ってたんだよ、俺。で、局所麻酔を前からするのね。で、前からするんだけど、ここにするだけよ。で、ここにするだけね。刺して、最初の方は皮膚の手前にするんだけど、手前が終わったら奥に刺すの。で、奥に刺すとき、コリっていうのね。頭蓋骨コリって言ってんの。俺聞こえるの、それ。ピュッ、コリって言って、ピュー、あ、待って、コリーって、二段階あるわけよ。で、それ、いったーと思いながら、痛いって、はい、頑張ってね、どっか強く掴んで、喋ったら一緒にできなくないよ、はいーはいーはいーって言いながら耐えて、俺、これ、こっちもやんのかと思いながら、で、こっちも、ギュッ、コリって痛いってやって、で、また次、後頭部もやんなきゃいけないよね。で、後頭部をブスって刺して、で、こっちもブスって刺して。で、もう全部痛いの。よかー、やっと終わったと思って。その後に、局所麻酔が効いてるかのチェックをしないといけないの。注射で、痛くないですかーとか言って、その、針だよ。針。局所麻酔をして注射だから。ツン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 。ツン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 って、やっていくの。でも、全然効いてないのね。痛いの。針が刺さってるのを感じるの。局所麻酔効いてないじゃんと思って、痛いですって言って、ツン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 、あ、効いてないですかの、ツン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 って、そのまま勢いで刺ってきて。また刺すの。はい、はい、とまた我慢して。聞いてないです。ああ、そうなんですね。聞いてないんですが、ま、もう一回刺しますよ。我慢してくださいね。プチューならわかるよ。ツン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 って刺されるから、その、局所麻酔のチェックの。で、俺局所麻酔合計8本刺したんだから。8本いってえのよ !8 局所麻酔よ。で、いやー、やっと聞いた。こう触っても全然反応がないのね。よかった。マジ全然痛くねえよ、と思って。で、こういうさ、なんかボルトがビーってあって、で、なんか頭を支えるこういう、なんか、支えみたいのがある、こういうやつだと思ってたの、俺。ボルトって。違くて。ボルトなの、もう。ネジを、頭蓋骨まで、貫通さして、直接頭蓋骨にクッて刺して、動けないのにすんの。皮膚じゃダメだって。もう頭蓋骨カンって。こっちもカンってやるの。で、ああ、そうなんですねって俺はそこで事実を知って、ああ、ああ、ってなってるわけよ。ああ、落ち着いてって言って、やりますってなったの。で、やりますってなったら、一本ずつ刺すんじゃなくて、4人囲まれて、1、2、3、4人が立って、一気にギュッて刺すの。ギュッて、ギュッて、一気に。
はい、いきますよ。せーの、はいーって刺すの、ゲーって。で、痛くはないんだけど、圧迫感があんの。怖い、もっと怖いのがね、一番怖いのが、ネジってさ、この、螺旋があるよね、ネジって。こういう。それをさ、皮膚で感じんのよ。この、入っていく、この、キュル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 っていう、はぁ、入っていっちゃってると思って。でも痛くないの。で、はい、終わりましたーってなって、もうガッチガチ。なんか本当にフランケンしたいみたいな、なんかこういう器具がガッチャンってガッチャンってついて、ガッチャンってついて。で、試しにちょっとだけ動いてみたの。全く動かんの、本当に。で、そのまま MRI の中に入れさせられんのね。最初の1時間は MRI の中で超精密な俺の頭の中の構造を写真撮るの。その MRI と FUS っていうその最新の機械、お二つあると、熱を持っちゃうらしくて、部屋がめっちゃ寒いのね。うわ、どこブルブル震えるの。寒いと思いながら、1時間冷蔵庫にいるような感じ。すっごい寒いの、ほんとに。で、もう器具もつけちゃってるから、おしっこも行けないのね。だからおむつ履いてるんだけど、もうおしっこ行きたくなっちゃって。寒いのとおしっこ行きたいのとの戦い、ずっと。って我慢しながら。で、次の1時間で、やっと超音波、レーザーをぶち込むわけよ。レーザーぶち込みますねって、ピューって最初ぶち込んで、あ、痛くないの全然。それは全然痛くないの。あ、パンフレット通りだと思って、あ、よかった、ここは本当に痛くないんだと思って。で、また MRI ビーって出てきて、痛くないです。全然痛くなかったです。ありがとうございますって言って、テストみたいのをするんだけど、もうその時点で、震えが結構ね、止まってるの。ちょっと微弱なレーザーを上げた、当てただけで。あ、すごいと思って。あ、じゃあこの調子でいきますね。じゃあ次はちょっと出力上げますからね。はーいって言ってもみんなまた MRI の中にビーンって入ってね、やいって言って、お願いしまーすって言ったんで言ったら、ビーンってきて、頭の中熱いの。で、それで、顔もね、ブルルルルルって動いて、麻痺して、こう、ここら辺が上がってるのを感じるの。触られてないんだよ。うわーって上がってくるから感じて。でも、ある程度痛くても我慢してくださいって言われるから、我慢して、はい、終わりましたよーって、すっごい今熱くて、ちょっと吐き気もあって気持ち悪いんですけどって言っても、まあまあまあ、そういうもんですみたいな。で、それを、5、6回繰り返した。5、6回。で、最後の1回、約1年後に、もう1回再発しないために、仕上げいきますねって言われたの。仕上げ、もうこの流れでわかる。絶対やべえやつだと思って。お前らの仕上げ相当やべえだろうと思って。俺覚悟してかかったんだけど、もうその通りで。顔面麻痺の仕方が尋常じゃなくて、こっちの顔の筋肉がブルブルブルってなって、すごい麻痺してんの。ギャーってこう、グワーって握られてる感じがして、すっごい頭の中もね、脳の一点、多分ね、体感したことないと思う。脳の一部だけ、この脳の中心のこの中のここよ。ここ、全部のここの中、中心点、ここが、ギャーって痛い感じがすんの。ちゃんとや、あ、焼かれてんじゃん。で、そこで俺初めて緊急停止ボタンを押した。ポッて。で、そしたら、医師の人たちがバーって中に入ったわけ来て、今緊急停止ボタン押しましたか？押しましたか？押しましたか？ってすげえ確認してくんの。なんで確認してんだろうと思いながら、押しました！押しました！押しましたってそのだって、顔面がブン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 ってなってんだもん。押したに決まってるやんと思いながら。で、話聞いてたら、はい、最後の仕上げもできましたよ。でね、最後の仕上げね、患者さんがね、緊急停止ボタンをちゃんと押してくれたんで、うまくいきました。緊急停止ボタン押してなかったら、どうなってたんだい？意味がわかんない。緊急停止ボタン、あのね、もう一回言うよ。そのお医者さんは、患者さんがね、緊急停止ボタンを押してくれたおかげでね、上手に仕上げができましたって言ったの。俺がもし我慢してたら、俺が我慢してたら、どないなっとったんやと思いながら。でも、ちょっと待ってね。あるかな、紙。その、何回も何回も MRI から出たっていう話をしたじゃん。テストをするわけよ、何回か。で、その1回目がこんぐらい俺震えてたのね、右手。こんなに震えてたの。
でね、2回目のてか1回目に話した痛くない微弱なレーザーでここまで行ったの。医療ってすごくない？てか俺この今のこの状況もびっくりしてるけどね。俺前こうやって片手で髪持てなかったから、左手の方が震えるってや。でさ、全ての治療が終わりましたよって言って言われて、まず MRI からバーって出た瞬間に俺手を伸ばしたの。全然震えがなくて、MRI から出た瞬間ブロロロロロってなっちゃってさ、ブー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 ってなっちゃって、なんかね、今までって震えをなくすために何か筋力を使ってたんだなっていう感覚、こうなんていうの、とリコイル、俺はリコイルコントロールをしてたんだよね。でもそれが今全くないの。スタさんを帰り、もうゼロ。手術が終わったのがちょうど昼で、終わってから部屋にすぐ戻されて、すぐご飯の時間だったので、たまたまね、俺そば好きなんだけど食べんのは苦手なの。なんでかっていうと、そばをこうやって揚げるとね、先っぽが震えで踊るんだわ。こんなんなるわけよ。もう汁がブシャ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 って、その感じにすげえ飛ぶの。でもこうそばを揚げた瞬間に全然揺れんくて、またそこでボロボロ泣いたよね。うわーって泣いて、で歓喜を持ってツイッターも撮ってさ、泣きながらご飯食ったよね。バチバチ泣いてさ、だから1時間に1回俺こうやって確認するんだよ、もう震えてないかなって。で震えてない、よかった。でもう一回こうやって見るの、震えてない、震えてない、ああよかった震えてない。でまた何回も何回も、医療ってすげえなっていう。でまあ手が震えるの話はね、俺と会った人はみんな感じてただろうからね。それこそジャスなんて多分俺の震えなんて目の当たりにしまくってるだろうし、でもあいつなんて何も言わないしね。釈迦さんもそのこの前のキャンプの時とかで目の当たりにしてるだろうし、ギャマギャマメンツも言ってこないし、笹さんとかも全然言ってこないし、これはね、ほんと俺感動してるわけ。でもおすすめはできない。で本当にまあ痛いのよ、痛いことだらけだった。俺が思った以上に、パンフレットに書いてあるさ、じいさんはさ笑ってたのよ、ニコニコしてたんだけど、そんな手術じゃねえ。で俺多分痛いってことを知ってたらやってないと思う。逆にあんま調べてないんだよね、俺バカだから。調べてないし、パンフレットを鵜呑みにしてじいさん笑ってるし、おじいさん笑っとんやんと思って、めちゃめちゃニコニコしてたじいさんが全然怖くねえんだと思いながら言ってるからすごい痛かった。でそうそうそう、あの FUS っていう手術自体がすごい珍しい手術だから、値段もそこそこ高いし、いや手術だから、まあ、全部の手術に言えるんだけど、俺は、まあ、1割から2割麻痺の可能性がありますとは言われた。俺は無事成功したんで本当よかったなっていう。でもちょっとね、本当この違和感に慣れないといけない。26年間震えがあったことに慣れてるから、まずこの感覚にちょっと慣れていくわ。